皆さんこんにちは。毎日学習会の木村です。この映像では慶応義塾大学環境情報学部の2006年の英語の問題から大問2の内容4択問題について解説していきます。まず51番なんですが、51番は本文から推測されるのはグローバルな文化の出現というのは何々なしにはありえないということであるということなんですが、このグローバルな文化について、グローバルな文化について書いてあるのはどこかというと、この文章であり、ここ近年の20年間において、急速な技術変化、さらには通信技術、マスコミュニケーションの衝撃ということなんですが、通信技術の、も発達していった。これによって、インターネットだったり、E メールとかそういったものですね。あとでも書いてあるんですけど、そういった通信技術の発展や、請求の技術変化に伴直面して、すべての国の人々、世界中の人々が、自らの、国の公用語だったり、アイデンティティといったものが消えることを恐れ、消えること、さらには、均質的な、グローバルカルチャー、いわゆるマクドナルドとかそういったものが、差し迫ってくることに対して、恐れを抱き始めたと書いてあるんですが、で、後ろの方では、文化的、さらには国民的な遺産というものを守ろうとする、政府の、あらゆる試みというものを、人工衛星やコンピューター、インターネット、E メールというものは、台無し、覆す、台無しする可能性があるのだと書いてあるので、これを踏まえると、まず1番、世界政府からの支援を受けていることということなんですが、世界政府という記述はないので、1番は不適切と。3番なんですが、文化や国家的な遺産国民的な遺産というものを保護するということなんですが、そのようなグローバルな文化の出現の原因として、文化や国民的な遺産が保護されるのではなくて、国民的な、文化的や、国民的な遺産というものを保護しようとして、それが、台無しになった結果、グローバルな文化が、生まれてくるということなので、3番も、除外。そして4番、国の言語やアイデンティティを維持するということなんですが、これも国の言語やアイデンティティを維持しようとして、それが台無しになることによってグローバルな文化が出てくるということなので、これも除外。ということで、51番は2番、技術や通信システムの急速な変化というのが正当となります。続いて52番に行きます。52番は、本文によるとグローバリズムを批判する人たちの立場を最もよく表しているのは次のうちどれかということなんですが、グローバリズムを批判する人たちについて書いてあるのが、第2段落のこちらの第2段落であって、まずグローバリズムというものを否定する人々たちというのは、文化の多様性、文化多元論の復興というものを望み、さらには多くの人々たちが伝統的な宗教や地方の言葉、地域の言葉、さらには民族の元となる、根源となる神話だとか、そういった文化のものを再評価する運動、活動に加わっていると。そしてその一例として、
ゲール語や、ウェールズ語、まあ、イギリスの地方言語の、保全に対する関心が高まり、さらには、フランス領ポリネシアにおいては、タヒチ語に対する自尊心の高まりが出てきて、1世紀前ではありえなかった、地元の、まあ、公立学校での公式的な、まあ、タヒチ語の教育が始まったとかが行われている。そして、このような、まあ、グローバルカルチャーに対して、否定的な人々たちが、保護し、文化の、多様性を推進する運動において、保護したいと思っているものは、ものというのは、極端な、自民族中心主義、エスセントリズムではないと。まあ、自民族中心主義というのは、まあ、自分たちの民族が一番だとか、まあ、そういったグローバルなカルチャーいらないから自分たちの文化が一番だというような、まあ、考えなんですが、まあ、ここで、まあ、実例を踏まえると、まあ、ゲール語や、まあ、アイルランドだったりイギリスのウェールズ人が、まあ、一番なのではなくて、英語に対してゲール語やウェールズ語が存在することを認める。さらにはフランスやポリネシアにおいて、まあ、フランス語よりと、まあ、並行してタヒチ語が存在しているというのを認めてほしいだけであって、まあ、ゲール語やウェールズ語、さらにはタヒチ語が、まあ、他よりも優れて、まあ、世界で一番優れているということを、批判論者が述べたいのではないと、書いているんですが、これを踏まえると、まず2番、標準語の利用を促進したいということなんですが、標準語じゃなくて、まあ、地方の言語の保全なので、2番は不適切と。で3番、ゲール語がウェールズ語に取って代わられるようにしたいということなんですが、これも、ゲール語やウェールズ語の保全というも記述と、反しているので、3番も、除外と。そして4番、フランス領ポリネシアで、タヒチ語を使用することを禁止したい。これも、タヒチ語の教育をさらに、まあ、1世代前にではありえなかったタヒチ語の教育が行われているという観点から、まあ、禁止するというのは不適切と。ということで52番は1番、文化的な多元主義を維持したいというのが正当となります。続いて53番に行きます。53番は本文で述べられている著者の立場を最もよく表しているのは次のうちどれかということなんですが、まあ、下の選択肢を見ると、グローバリズムや異文化交流と自らのアイデンティティとの兼ね合いについて言及があるんですが、これを踏まえるとどこに回るかというと、第3段落の2文目にあって、直接他の文化からやってきた異文化の人々との直接のやり取りというものは、日に日に我々にとって現実味のあるものになっていると。そして文化支配、文化支配力、文化による支配を恐れる人、恐れている人々というのは、グローバリズムの脅威の中で生き延びるにあたって、国の文化、まあ、民族の文化というものをものの、まあ、底力というものを、誤認していると。そして、違う文化を、学ぶということは、我々が、自分自身を、必ずしも、失わせないのだと、まあ、自分自身の、まあ、文化だとかそういったもののアイデンティティを、まあ、失うことなく別の文化を学ぶこともできるということなんですが、これを踏まえると、まず1番、グローバリズムの急速な拡大はやがて地域の文化や私たちのアイデンティティを破壊することになるということなんですが、まあ、破壊することになると書いていないので、まあ拡大はあるけれども、それがまあ破壊する地域文化や地域のアイデンティティを破壊するとは書いていないので、1番は除外と。
そして2番、異文化に過度に触れることは最終的に自分たちの文化的価値を失わせることになると書いてあるんですが、これも先ほどの記述にあった通り、最終的に自分たちの文化価値を失うことになるわけではないので2番も除外と。で3番、異文化間コミュニケーションは必然的に私たちのアイデンティティの弱体化を意味すると書いてあるんですが、これも弱体化とは書いていない、むしろ、まあ、必ずしも失うわけではないのだという記述と、に反しているので3番も不適切ということで、53番は4番、自分化の価値に大きな影響を与えることなく異文化交流を行うことは可能であるというのが正当となります。続いては54番に行きます。54番は、著者は何々を示すためにとある成功した日本人経営者のケースを挙げているということなんですが、まあ、日本人経営者のケースが挙げられているのは第4段落で、第4段落において、第4段落のこちらの文章なんですが、人々というものは、まあ、ある日本人の、まあ、成功した経営者がいて、で彼は、2つの文化の中で、効果的に、まあ、生きる、まあ、効果的になる、うまくやりきるということは、諸刃の剣を、扱うようなものなのであると、まあ、2つの剣をまあ同時に操る、まあ、二刀流で、物事をなすのとのようなものである。でそれに対してまあ前の文章でまあ何書いてあるかというと、人々というものは文化間の交流というものを恐れてはいけない。どういう文化交流かというと、歴史的に、社会を、まあ、強固な社会へと、まあ、導いていったからだと。そして、他の文化からまあ学んだものから得られる利益というものは、まあ、何か利益を得られることができるのかと。要するに、まあ異文化交流というものは歴史的に、まあ、社会を強固なものにしていき、さらには、他の文化から学ぶことで得られる利益もある。そしてさらに、ある日本人の成功者が、2つの文化を効果的に生きるのはで、まあ、うまくやっていくことは、2つの剣をまあ同時に操るようなものであると述べているんですが、これを踏まえると、まず1番、日本人はビジネスにおいてダブルスタンダードを持ちがちであるということなんですが、2つの剣を持つとは書いてあってもダブルスタンダード、まあ二枚舌を持っているわけではないので1番は不適切と。で2番、日本文化最大の特徴はその柔軟性であるということなんですが、日本文化の特徴について書いていないので、まあ、あくまで日本人経営者の証言、一人の日本人成功した日本人経営者の証言なので2番も不適切と。そして4番、私たちが生き残るためには文字通り2つの剣を同時に扱うことを学ぶ必要があると書いてあるんですが、2つの剣というのはあくまで2つの文化をのバックグラウンドのもとに、まあ、生きていくという、まあ、例え話であって、文字通り2つの剣を同時に扱うことを学ぶ必要があるわけではないので4番も不適切ということで、54番は3番、このグローバル化した世界で生き残るためには他の文化に適応することが必要であるというのが正当となります。続いて55番に行きます。55番は、異なる文化を持つ人々の関係を改善する方法として次のうちどれが挙げられるかということなんですが、まず、それぞれある中でいろいろと、歴史の話と、個人の経験の話について、まあ、書いてあるんですが、この、歴史とかそういったものの関係について書いてあるのは、第6段落のこの最初の部分、
で、第6段落の最初の部分で、まあ、何が書いてあるかということなんですが、第6段落で何書いてあるかというんですけど、まあ、人間というものは、歴史の中であった、好ましくない、出来事の、まあ、重要性、意義というものを、に対して、まあ、敏感にならなくてはならない。そして、過去に何が起きたかを認めることが重要なのだ。そして、歴史を認めることによって、認め、さらには、他の、まあ、民族の人たちに対しての現役世代に対して、まあ、過去の前科の責任を負わさないのであれば、コミュニケーションを、まあ、促す、まあ、役立てる、コミュニケーションを促す、手助けするであろう、まあ、そのような歴史理解が、歴史認識が、まあ、コミュニケーションを手助けする。そして、許すことと忘れることが我々には必要な時がある。そしてさらには、文化の違いを克服するために我々は、現代において関係を構築するように努めなければならないし、さらに、我々というのは、他人を個人として評価しなければならない。個人的、さらには直接の経験に基づいて、そして文化、国民、国籍にかかわらず、さらには没個性的な、まあ、個性、個人的な事情ではなくて、偏見を持った歴史によって植え付けられた見立てからもかけ離れ、まあ、独立してということで、まあ、文化とか民族とか、さらにはまあ歴史的に、まあ、作られた偏見といったものから独立して、個人で、まあ、評価、まあ、個人個人、まあ、直接の経験に基づいて、まあ、個人個人を、まあ、評価していくのが、まあ、異文化にとっては必要だと、異文化交流には必要だということなんですが、これを踏まえると、まず、1番、歴史が語る、その国の姿から、個人を評価する必要があるということなんですが、歴史が語るその国の姿からではなくて、まあ、その歴史が語るその国の姿とは、まあ、独立してと書いてあるので、1番は、不適切と。そして2番なんですが、若い世代は常に過去に起こったことを謝罪する覚悟が必要であるということなんですが、これも若い世代に、まあ、一方の民族の現役世代、若い世代に対して過去の前科に対する責任を負わさなければ、コミュニケーションを、まあ、歴史認識や、歴史を、まあ、過去の出来事を認めるということが、コミュニケーションを手助けするという記述と反するので、過去に起こったことを謝罪する覚悟というのが不適切となりますと。で、3番、国家の歴史に十分な敬意を払い、過去を決して忘れてはならない。これも、まあ、過去、忘れたり、許すことが必要な時期があるということと反するので、過去を決して忘れてはならないというのが不適切と。そして、根もって、55番は、4番、個人を評価するには個人的かつ直接な経験に基づいて行う必要があるというのが正当となります。続いて56番に行きます。56番は本文で使われているエスセントリズムという言葉の定義として最も適切なものはどれかということなんですが、まあ、エスセントリズムというのは、まあ、第2段落に、まあ、初めて出てきているんですが、まあ、民族中心主義的な意味合いなんですが、これについての、まあ、記述がどこにあるかというと、まあ、こちらの、まあ、先ほど見た第6段落のこの箇所によって、民文化の違いというものを克服するためには、現代において関係を構築するように努めなければならないし、文化、国籍、さらには歴史によって、組み込まれた、根強く残っている、歴史的に根強く残っている、
まあ、個人を押し殺してさらにはステレオタイプ的なものの見方からも独立して自分と個人的さらには直接な経験自らの経験に基づいて、まあ、異文化の個人個人を評価していく必要があるということで、後ろの文章にも民族中心主義や、主義と、共感というものは、相反するものであると、書いてあるところなんですが、まあこの共感というのが前の文章 でそれに反対するものが、エストセンリズムというふうに書いてあるところ、何が妥当かということなんですが、まず2番、同じ人種、文化、言語などを持つ人々の集団が独立した国を形成しようとすることということなんですが、独立した国を形成するという記述は書いていないので、2番は不適切と。そして3番、自分の意見に偏見を持つ他人の意見に寛容でない人ということなんですが、これは、まあ、まあ、第6段落のまあこの6分目の、国や、文化や国に関わらず、さらには歴史的なまあ偏見といったものにもからも独立して、個人の直接の経験に基づいて人を評価すべき、しなければならない、する必要があるという記述と、まあ真逆。まあ、自分の意見に偏見を持つな、さらには他人の意見にも寛容であるべきだという、記述と真逆なので、不適切という、まあ、他人の意見に寛容でないというふうに3番なんですが、まあ、他人の意見に対して寛容的でないという記述はまあないので、まあ、他人の自分の意見に偏見を持ちというのはしっかりと書いてあるんですが、まあ、他人の意見に寛容でないというのは書いていないので3番も不適切と。そして4番、理性や実際の経験に基づかない先入観のある意見ということなんですが、まあ、先入観のある意見かどうかということについては、まあ、先入観のある意見かどうかということについて、さらにまあ理性や実際の経験に基づかない意見かどうかということは書いていないので、ではないので、ちょっとピントがずれているので4番は適切。そして、ゆえに56番は1番、自国の文化に由来する先入観に基づいて他の文化を評価する考え方というのが正当となります。続いて57番に行きます。57番は著者によれば異文化の人々を個人として評価することは難しい、それはなぜかという、まあ、理由説明の問題になっているんですが、それに対する理由というのは、第7段だけどこの1文目に存在していて、異文化交流の分野における研究というのは明確に何かを示している。何を示しているかというと、違う、まあ、異なるであろうと見た人に対しては共感を持たない、そしてそのことが、まあ、しばしば共感を持たない、そしてそれが他人語、他文化の人たちを個人として評価することを難しくしているのだというふうに書いてあるので、これを踏まえると、まず2番なんですが、生物学的に決定されたステレオタイプのな期待を持ちがちだからということなんですが、
これは、まあ、57番の2番で、文化の違いを克服されるために現在において、人間関係、まあ関係性を構築していくに努めなければならないという記述があって、この記述を照らすと照らし合わせると、生物学的にまあ決定されたステレオタイプ的な期待というよりかはどちらかというとまあ文化の違いの話なので、2番は、生物学的にというところが、不適切と、なります。そして3番なんですが、自民族中心、民族中心主義によって常に個人として見ることができないからということなんですが、まあ、個人としてまあ見ることはまあできるけれども、共感性を築かないだけであって、なので、まあ常に個人として見ることができないというところが不適切と。で、4番なんですが、異文化コミュニケーションからストレス、生じる、ストレスに対処できないことが多いからということなんですが、異文化コミュニケーションからストレスが生じてそれに対処できないという、記述は本文にないので、4番も、除外ということで、57番は1番、異なるように見える人々に、共感することが難しいからというのが、正当となります。続いては、58番に行きます。著者は、私たちの異文化コミュニケーションを向上させる方法の一つとして次のようなことを心がけてはどうかと提案しているということなんですが、まあ何を提案しているかということなんですが、こちらのまあ文章で、まあ、一つの文化というのが他人の行動に対して生まれた時から、まあ、何かを植え付けていく、まあ、洗脳というか、まあ、埋め込んでいくので、我々は無意識のうちにそういった文化といったものを内面化していくと。そして文化間の交流を行うにあたって我々が一番必要なのはその、まあ、内面に埋め込められた、まあ、ルール規範意識といったものを、まあ、意識的なものでさらに、まあ、外に、まあ、見せられるような形に、まあ、引き上げていくことであり、まあ、それがあるからこそ、意識的な選択によって選択に基づいて選択を通じて、より一層、お互いやり取りすることが可能となる。その結果、行動における違いというものを検証することができてできると、まあ自動的に、否定的な反応を捉えることなくと、まあ、否定的な反応を捉えるというよりも、まあ、むしろ、行動における、まあ、違いというものを検証することが、まあ、意識的に、まあまあ、自分たちのことを、まあ、内面、意識的に自分たちの、まあ、内面にあるものを意識化してきてさらには、まあ、外に見せられる形にするから、行動の違いも検証できるというふうに書いてあるんですが、これを踏まえると、異文化コミュニケーションを向上させる方法の一つとして、まあ、何々を心がけてはどうかと提案しているということなんですが、まあどれがまあ妥当かということなんですが、4番、意識的に判断できるように、自らの文化の中でまあ学んできたことを、外在化するというのが正当となりますと。で他の選択肢、まあ、言葉による行動をできるだけ少なくして、非言語的な行動を多く取るとか、またまたまあ2番の相手の発言に自動的に反応できるように意識レベルを上げるということも、またまたまあできるだけ多くの人に出会い何を話すべきか選択できるようになるかということも、まあ、本文中には記述がないのでまあ除外ですし、まあ、1番は、まあ、逆にまあ非言、
まあ、逆に、言語的な行動を取らないから×2番は、相手の発言に自動的に反応できるというところが×そして、3番はできるだけ多くの人に出会いというところが記述それぞれないので、1,2,3 どれも、不適切で、58番は、4番が正当となります。続いて、59番に行きます。59番は、より良い、異文化コミュニケーションのためのアプローチについて、著者の立場と、矛盾するものは、どれかということなんですが、まあ、これ著者の立場と矛盾するということは、まあ、ノット問題の亜種のようなものなんですが、まあ、一つ一つ、まあ、選択肢を消去法で、まあ、見ていくといくんですが、まず1番、外部からのアプローチは、外外部の、まあ、フレームを通して、対象の文化を、まあ相手の文化を観察することで、自分の自らの適応能力を高めるのに、まあ、役立つということなんですが、これに関しては、こちらの、文章に、あって、相手の文化を見る、相手の文化を外向きの枠組みでを通じて見るということは、まあ、外向きの枠組みというのはまあ前にあるんですが、人の顔というのを違った文化からまあ見ることというのは、自分自身を自分に、まあ、自分に、あなたに、あなた自身を見せるということなのだと。要するに、多文化、別の文化から見た鏡と見た、一人の顔というのはあなたを映し出す鏡になるのだという意味合いなんですが、でこのようなまあ枠組みによって、相手の文化を見るということが、ある人に対して、落とし穴を落とし穴をまあ予期し、さらには、慣れない状況にまあ対処し、そして故に、まあ、それによって従って、適応性を多く高めることに、役立つのだと書いてあるのですが、これは踏まえると、外部からのアプローチは、外部のフレームを通して相手の文化を観察することで自らの適応能力、適応性を高めるのに役立つというのは、著者の立場として書いてあるのでこれは除外と。そして2番、内的アプローチは、文化固有の情報を蓄積しようとするものであるということなんですが、これに関しては11段落のまあ1文目で、内的な文化に関するまあ情報と、まあ、文化に関する内的な情報、まあ、相手の文化に対する内的な文化的な情報というのが、検証されなければならない。どのような形でというと、日本とアメリカの文化の違いというものを見たいと、見たいであろう。まあ、日本とアメリカの文化の違いを見たいであろうから、そういう日本とアメリカ、日本人、自分が日本人だったとして、アメリカ人のまあ内面にあるまあ文化的な情報というものをまあ検証していかなければならないと書いてあるので、あるんですが、これを踏まえると、
内的なアプローチというのは、文化固有の情報を蓄積しようとするものであるというのと、まあ、合致するので2番も、除外と。そして3番なんですが、外部アプローチに続いて内部アプローチを行うことでその文化を正しく理解することができるということなんですが、これに関しては書いてあるんですが、外向きのアプローチ、外に対するアプローチというのは、人々を、自らの、文化の概念に対し、対するして、人々が、を、敏感にさせて、でさらには、文化的な多様性を、受け入れることを、育て上げるのに、用いなければならない。人々に対して文化というものの、自らの持っている文化というものに対して敏感になることによって、そのような文化の違いといった他人の文化に対しても目が向くようになって、文化の多様性、文化多様性を受け入れることにつながっていく、文化の多様性が育まれていくようになっていくので、そのような形につながるために、外部外向きのアプローチというのを用いなければならないと書いてあるところ、外部アプローチというものが、外部アプローチというのは外面の方法があって、さらに、人々たちに自分自身の中にあるものに対して敏感にさせることによって、文化的多様性というものを育んでいくというのが、内部アプローチなので、それゆえに、多文化、文化の多様性が出来上がると書いてあるところと合致するので、3番も、除外と。ということで59番は4番、内面的なアプローチは異文化コミュニケーションの障害を発見することができると書いてあるんですが、これに対しては第9段だけど2分目にあるんですが、相手の文化の外向きの外面から特定できるであろう障壁というものが、文化の、内面、内部に対する、研究によってのみ、克服されうるだろうし克服されるだろうし、そしてしたがって、文化が提供する見方というものに対して理解を得るのだということなんですが、これを踏まえると異文化コミュニケーションの障害を発見することができるのは、むしろ内面的なアプローチではなくて、外面的なアプローチの、外面的なアプローチによるものなので、4番は適切でかつ矛盾しているので、59番は4番が正当となります。最後に60番に行きます。60番の番ですが、著者によれば文化的機関、カルチャルノームスとは何々するものであるということなんですが、カルチャルノームスについて書いてあるのは、12段落の3分目で、文化的な規範、我々の文化的な規範に対する、対して、何かを束縛する足かせ、束縛的な足かせというものを、
まあ、取り払うために、まあ、何かしら行動しなければならないし、まあ、実際にできるのだと。で、まあ、それゆえにということは前に何が書いてあるかというと、まあ、文化的な機関というものは、幸いにも、個人が、人生で直面している全ての状況に対して存在するものではない。そして、我々は、新しい状況を、意識的に評価し、それに対して、まあ、どのように、対処するかを決定することができるということなんですが、これを踏まえると、すべてのシチュエーションに、すべての状況に対して文化的な機関が存在するわけではないから、その都度新しい、状況が出てきたら、それを、意識的に評価して決断をすれば、ということができるし、それゆえに、文化的規範の、足かせというものを取り払い、克服することための行動ができるのだと書いてきて、実際に行動していると書いてあるところ、まず、1番なんですが、ある社会で、受け入れられるように、私たちは尊重する必要があるということなんですが、尊重するわけではなくて、実際に、意識的に評価するだけなので、1番は、不適切と。そして、3番なんですが、正しい判断ができるように、改めなければならないということなんですが、判断が正しいかどうかというよりも、意識的に、その都度その都度評価するわけなので、正しい評価が、正しい評価ができるようにというところが、不適切と。で、4番、旅行ガイドを見たり、最新の出版物を読んだりすることでは決して学ぶことができないと書いてあるんですが、これに関しては、11段落の6文目で、書いてあるんですが、行動に対する行動規範というものを、文化、特定の文化における特定の状況に対してどのように行動するかという規範というものを、学ぶことができる。で、そのような、行動規範を学ぶ、実践的な方法として、相手の、文化、相手の文化に対する情報を、手にするために、実践的な方法がある。で、それでもって、行動規範も身につけられると。そのような、方法として、旅行ガイドに尋ねたり、最新の出版物を読んだり、またまた、国に対する、ビデオを見るというのがあると書いてあるところ、ここで、決して学ぶことはできないではなくて、むしろ、学ぶための実践的なアプローチであると書いてあるので、4番は、不適切と。ということで、60番は、2番、異文化コミュニケーションで成功するためには、それを、超える必要がある。超える必要のある、超える必要のある存在というのが、正答となります。ということで、以上をもちまして、大問2の内容4択問題について解説を終わらせていただきます。皆さん、ありがとうございました。